はい、こんにちは。てっぺん実況です。よろしくお願いします。で、ついにね、来ましたね、新パックということで、今回3色デッキに新パックのカードを入れてみました。それがこちら、再生レイレイでね、3色のリアニメイト系のデッキになってます。で、キーカードがこれ、レイレイ、3色なのに7個入れてます。なんで普通には出せない。で、これを偽りの玉座で墓地に落として、再生ですぐ出すみたいな。これがね、新カードの中ですごく気になってたカードで、この再生の自分の墓地からランダムなユニット1体をマイナス1してパーに出す。これがね、すごく気になって使ってみたかったんでね、入れてみました。レイレイ、これ、こうでプラス2プラス2つくんで、マイナス1マイナス1されても大して影響ないんでね、こいつに対して使います。で、ユニット、他にユニットいないとね、確実に事故るんで、あとゾンビとケルベロス入れてます。で、こいつらリベンジ持ちなんでね、墓地には落ちない。一回やられても墓地には落ちないんで、レイレイの邪魔にはならないみたいな、そんな感じですね。で、あとは、一度レイレイ出したら、なるべく悪魔との契約を使ってリベンジをつけていきたい。仮にね、やられたとしても、コストが半分になるんで、今度は普通にデッキから出せます。7の半分切り数なんで、コストが次3になって出てくるのかな。そんな感じで、レイレイ出したらね、高音持ちなんで、今まで私が使っていた3色のデッキと立ち回りは変わんないですね。もう1コストのアクションカードバンバン使って、10ぐらいになったら倒すみたいな。で、チュンリーのね、百列脚を使ってる。以前は竜の昇竜拳だったんだけど、今回チュンリーの百列脚ですね。というのも、飛行とか特に与える感じではなくて、10貫通でね、貫通させて倒していくみたいな、そんなコンセプトになってます。これ赤入れれないんでね、竜の昇竜拳を使いたかったんだけど、無理でした。ということで、チュンリーの10貫通で進めていく。さあ、こんな感じなんでね、早速ゲームの方、プレイしていきましょう。でもね、前のデッキよりはもしかしたら事故率高いかもしれないな。コンボデッキなんでね、なかなか。アルバート・ウェスカ、黒木選別。手札めっちゃいい。玉座使って、そこで玉座再生ですね。で、玉座使って、レイレイを墓地に落としていく。さあ、ウェスカ、MP ロックあるが、何もしてこない。じゃあ次再生、たまり次第使っていきます。はい、再生。で、レイレイが場に出てくるんで、いいね、この感じ。全部1コストのカードでバンバン強行していく。ただね、パーミッションは欲しいね。あと1級のなんだあれ。新しいやつか。新しいやつだな。おっと、さらにあれが出てきたんで、リベンジを与えていく。いいね。打ち消し出てきたんで、結構安定してきました。これで破壊系使われたらね、速攻で打ち消しですね。で、今回ね、使うユニットのコストが7なんでね、このウエスカーとはめちゃくちゃ相性がいい。黒き選別の対象にはならないですね。あれは5以下なんで。で、自業自得来たんで打ち消し。これはもう確実にやんなきゃダメですね。さて、手札。犬がいる。犬はもう使わないかな。ガンガン強化していきましょう。再生がもう1枚あるのか。よし。で、突進があるんでね、ちょっと突進をかましていきたい。うわぁ。これはきつい。いいや。いいでしょう。一回ぐらいは。一回ぐらいは破壊させてあげましょう。で、次はね、速攻再生かな、これは。落とすか、先に落とすか。2体いるんで、もう1体を墓地に落として。そうだ、あれだ。落とさなきゃダメだわ。さっき、リベンジ与えたんでね、デッキの中に眠ってます、1体は。なんで、今、墓地に1体のレイレイがいる。しかも、相手魔法ってくれたら、これは美味しい。早速、再生で、レイレイを場に出していく。1コスのカードと打ち消しがあるんでね、あと、パーミッション。準備をしておきつつレイレイを強化していく。いや、このプラス2強いな。なんかもう結構オーバースペックになっちゃうから昇竜拳までねいらないんだよね実は。でギリギリのところで10貫通を入れて、でさらにまあ1コスのシールド、まあこっちでいいか、こっちでいいや、突進して、で貫通するから7ダメ入るでしょ。ですぐにカード引いていく。おいね、使ってみましょう。どんどん使ってみましょう。お、突進きた。これは熱い。あ、でこれ突進かな。いや、あ、でもできないのね。いや、回復しよう。あ、レイレイ来ましたね。しかも3コス。3コスで5、6でプラにこう持ちとかやばいね、これ。もう保険ができたよ。あー、来ちゃったわ。突進もう1枚来ちゃった。これでゲームエンドだな。2発かまして終わりかな。さらに打ち消しもあるから。で、相手ベースか。黒き選別が溜まっているが、相手のコストが7なんで打てない。相性がね、いいね。ああ、これはもう通しましょう。これ解決して、即時攻撃を当てて、貫通させて終了。ということで、初戦ベースか。なんとか倒せました。いや、なかなかね、コンボ決まると楽しいですね。さあ、次行きましょう。コンボデッキね、結構やっぱ好きなんだよね。まあなんかこれ系、このタイプの、まあ、ハースストーンとか、あとシャドーバースとかは私やったことはないんだけど、まあ、昔ね、マジック・ザ・ギャザリングっていうカードゲームやってたことがあって、そこでもね、コンボデッキ系をよく使ってましたね。やっぱコンボね、決まると気持ちいいんだよね。はい、次、モリガン。C5 のモリガン。何系だろうな。あ、手札がめっちゃいい。さあ、落としていく、放置に。レイレイ落として。で、速攻再生ですね。モリガン何も使わない？紫だけど何も使ってこない。さあ、再生をかましていく。もうまた玉座と再生きたよ。これ2体目いけるよね、これで。2体目いけるが、玉座だけかな、使ったとしても。で、リベンジ効果を与えていく。大体高段手かな、あれ。安定の子を出してきているが、育成スピードはね、こっちの方が倍なんでね、あっちが確かプラ1なんで、ね、はい、落としていく。こっちはプラ2なんでね、もうスピード的には断然こっちが有利っすよ。で、どうすかな、シールド貼っとこうか。いや、突進、シールドかな？シールドだね。シールド入れて、で、手札回していく。風船か。風船も関係ないんだよね。まあ、好きにしてくださいっていう感じ。こっちのダメージが通れば通るほど嬉しいんで。で、8か。あと、5コス。で、突進していく。なるべくね、早くダメージを入れていきましょう。1回ぐらいはね、撃破されてもなんとかなるんで。で、打ち消ししていく。いやー、この打ち消しがね、打ち消しするだけでもプラに強化されるからね、たまんないんだよね、このデッキ。さあ、残り2で。あ、これはもう、殺害圏内だな。で、これ使って、打ち消しもしくは、砂塵使って、AP13 だったら10貫通入れて、確定。除去られない限りは勝てる。で、いいでしょ。お、来たね。で、ここで、チュンリーの、100列角入れて10貫通をつけて通すみたいな、そんな感じですね。もうこれは打ち消さなくていいかな。これは何もせずにチュンリーの、ちょっと待てよ、×ボタン解決が押せない。さあ、速攻でチュンリーの百裂脚を入れていく。で、銃貫叩いて通すみたいな。もう気持ちいいっすね。してやったりだ、これ。さあ、2戦目勝利。このまま C4 上がりたいですね。さあ、もう1戦やっていきましょう。レベルアップ。まあ、このデッキあとね、レジェンド使ってないんですよね。レジェンドが1枚も入ってなくて、結構リーズナブルなデッキかな。エピックが確か6枚か。打ち消しのやつと再生がエピックだったかな。まあ、再生はね、2枚ぐらいソウルで作っちゃいましたね。当たんなかったんで。さあ、最後。逆鱗リオレウスってめっちゃ人気のやつじゃん。いいね。こういうなんかトップメタのデッキに対してどこまで通用するかが知りたい。で、今回はパーツが揃ってないですね。まあ、いきなりミポチンに落としていく。で、まあ、自己防止のために入れてたリベンジ持ちのカードもね、今回生きてきますね。さあ、犬を配置していく。配置して、で、手札回していきましょう。おっと、これはちょっと、あれかな。手札良くないですね。シールド入れて、また手札回転させていくか。いや、相手のあのカード見たことあるな。本当に、あ、来たよ。空戦。空戦連撃。あいつ多分強化して、するよね。で、強化して、突進とかしていくでしょ。緑赤の2色だよ。人気の。さっさと少しでもダメージ入れとくかな。あ、来た来た来た。再生が来たんでね、早速やっていきましょう。あ、しかも2枚来た。自分の手札の方、おっと、アクティブレスポンスが溜まったんで、早速再生を使っていく。で、空戦持ってるから上に配置してもいいんだよな。あ、下来たか。で、下のレイレイを強化していく。まずはリベンジ。リベンジ付与して、保険をかけつつ、シールド貼るなりね、やっていきましょう。で、ここで注意したいのが、玉座は使うタイミングが難しくて、で、今玉座使うと、まだ大丈夫か。レイレイがね、2体しか入れてないんで、間違ってね、玉座3枚使っちゃうと、犬が墓地に行きます。あ、封印された。くっそ、封印されたか。どうすかな。うわ、しかも元に戻されるんですよね。まあ、もう一体出していきましょう。で、上に出したレイレイをメインに強化していく。まずシールドだな。シールド貼って。まあ、相手がね、空戦持ってるのが嬉しいですね。こっちに。下のユニットにダメージ与えてこないんで HP と、まあでももう回してった方がいいな。手札突進しますか。もういいね。シールドきた。おいしいわ、これは。で、攻撃力は戻されて、でシールドはつくんで一撃入れていく。で、さらにシールド貼って、きた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 よ、これ。攻撃力上げて、うん、そうだな、突進して、さっさと倒して、突進してな、向こうだ。シールド入れて、7のね、2回ダメージはきついんで、1回でも防いでおきたい。多分間に合うかな、これ。うん。百裂キック入れて、で、上の、あれはレウスか？レウスじゃないな、なんだあれ。モンハンのキャラか。あいつを倒して貫通入れていく。で、上のモンハンキャラはとりあえずこれで大丈夫でしょ。で、入れて、もう一回本人にシールド入れていく。で、手札回して12か。あと2回殴ればいけるかな。1回殴って、で、最終。あと一発。突進が欲しいな。突進、あ、来た、突進。熱すぎる、これ。引きがいいね。で、突進入れて、ゲームエンドだね。まあ、相手はもうこの状態には赤緑じゃどうすることもできないんでね。死角ということで。なんとか緑赤激リリオレウスを下すことができました。結構回れば強いねこのデッキも、トップメタに勝てるかってやったら、運が良ければ勝てるみたいな感じで、クラスアップ C4 なんとかいけました。ふう、いやーな、コンボデッキはマジで面白いな。はい、そんな感じでね、3色デッキ、今回は再生レイレイを紹介しました。よかったらね、QR コード貼っとくんで、使ってみてください。以上です。また次の動画でお会いしましょう。